はい、皆さんこんにちは、ワナレグルビッシュです。では今回は信長の野望大使上杉家前戸刑事物語続きやっていきましょう。徳川が、勢力をより大きくしていくという中、我々上杉家としてはですね、まず最上を完全に食ってしまって、あわよくば津軽も取って、武将の質量を上げたいなというふうに思っています。まずマスト条件としてはやっぱり最上で、徳川の出方を見つつ北進するのか、それとも南の徳川に備えるのか、このあたりを検討していきたいと思います。あとはですね、毛利、西の毛利が唯一頑張ってくれているなという印象があるので、毛利とのね、結びつきっていうものも模索をしていきたいなというふうに思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。最上に関しては前回ですね、圧倒的有利な条件、これをもって講和というところができているので、講和明けと同時にですね、開戦に持っていくということで、最上の兵糧決して多くはないというふうに踏んでいます。なので兵糧がなくなりつつある、最上をね、一気に食うということをやっていきましょう。従属していた、那須家が徳川に滅ぼされて、いよいよ徳川とのね、決戦、その時が近づいているなという印象です。しっかりお金を貯めて、対徳川との国境地帯。これに、要塞を築いていきましょう。報告いたします。先月の終始です。このまま一方的にね、徳川に殴られ続けるというのもどうなのというのはもちろんありますからね。その徳川への備えということで城を作っていきましょう。今小峰城、津賀川城、あとはいわきあるんですが、どこに城を築くかというところですね。やっぱりここかな。徳川との決戦になるのであれば、どこにするかというところなんですが、小峰、いわきと、続いているので、田島、あるいは染取、できればね、決戦になるところで言うと、相手とね、合戦になった時に、有利な戦場は、残しておきたい、設定しておきたいというところなので、上限の少ないところで戦いたいですよね。そうなると、やっぱり田島になるかな。もしくは染取。染取かな。ちょっとここに築城しますか。縄張りを見ると、ちょっとどうなんだいという感じにはなってるね。当然山城にはなるので、大規模なね、城というわけにはいかないというのは承知してるんですけども、この辺りの城になるとどうなんだろうね。一応位置づけ的な平城っていう感じにはなるよね。中洲にちょうど位置してるような感じの城になってますね。そうすると、やっぱり染め取りにしますか。ここで城を築城しましょう。で、いわきはもうちょっと拡張もしっかりしていきたいというところもあるので、お金ですね、貯めていきましょう。最上は置いておいて、徳川よなぁ、徳川。家康が、まだあと10年史実では生きるという、まだ1605年ですからね。もう徳川としてはいつこちらに宣戦布告してきてもおかしくないという状態です。
で春を迎えました。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。さあ、農業をね、委任をしているので任せましょうというところで城の改修を行います。まずはいわき。設備を追加していきたいけど、追加できないんだよね。山城なんで、これ以上はね。ただ、このいわき、500の兵で守るのは厳しいよね。歩兵をしましょう。当然ね、A は少ないですが、いないよりははるかにマシというところで1200の兵を集めます。かしこまりました。いわきに関してはもうちょっと積極的に、開墾をしたいところではありますね。次のチャンスを待って火巻きをしましょう。あと回収できるところ、会津若松も、もうこの先、はっきり言って、家康の進軍が、可能性としては十分にあるので、ここでね、回収をしておきます。会津若松城も回収に入りましょう。で、さらに天守も、4層天守。いやー、まずは3層天守かな。三層天守にした上で、設備をね、しっかりと作っていきましょう。砲台。こんだけ砲台作れば、そう簡単には敵もね、おいそれと攻めては来れないでしょう。家康と海戦が、あと、どうだろう、2ヶ月ほどは続くはずですね。で、この先見えている、最上との戦いに備えて、前線の整備を行っていきます。岩出山城でちょっと兵を増やしましょう。丹沢でも兵を増やします。はで、鉄砲もさ、数を揃えていきましょうか。軍馬はね、もうそれなりにしっかりとした数が用意されつつあるので、あとは鉄砲、これを用意していきます。密約中の仁賀から、神賀かな仁賀かな、最上の内情が知らされてきましたね。まあ、一刻も早く開戦したいんですが、おそらくね、最上との開戦が明ける前に、密約の効果はなくなっちゃうかなとは思います。農業軍事で行きましょう。よし、影勝つ。あとは今回はやっぱり金継ぐかな。これで精鋭騎馬が入るか。入らないね。精鋭騎馬のためには軍事、ちょっと足らずというところなので、軍事使わないものを入れましょうか。あ、兵糧の割引欲しいけど。まあ、一旦ここは、軍事を使いたくないので、証券支援だけかな、入れられそうなのは。次のターンで聖域馬を入れましょう。聖域馬さえ入ればね、この、上杉の軍団を、さらに強くすることができるかな、と思います。では、城を、各城を強くしていきましょう。まあ、基本、砲台をベースに増強をかけていきましょう。
まあ、味方になってくれるところがあまりないので、残念ながら周辺はね。まあ、いかに徳川から合戦を仕掛けさせないか。合戦を仕掛けられたとしてもそこで弾き返すかというのがポイントにはなってくるので、まあそのための、まあ準備ですね。それをしっかり行いましょう。もがみに送っていた日約6ヶ月過ぎちゃいましたね。まあ残念ですが、ここは一旦手を引きます。同級が死亡。志果たせず散るか。堀尾忠内ですね。忠和の、跡取りというところになるかと思います。報告いたします。堀尾秀治か。その忍びが、跋扈しているという状態。それなんとか、ちゃんと手をつけたいところだけど、まあ今はね、堀尾よりも最上。そこを優先していきます。継続発展は、まあ原則お金があるときは全部入れましょう。砦はね、もう最優先。連兵所も優先度は高めです、今回は。もう決戦が近いというのを睨んで、このあたりは優先的に入れていきましょう。あと漁村もね、かしこまった。直接的に兵糧が増えるという内容になりますので優先順位を上げていきましょう。であと密約もがみ送っていく。岩清水義則合ってますかね読み方。さて、まずは単純に成功率の高いものから入れていって、家宝を進呈。8等級。こっからは、戦線を布告して、収穫の前までに、ある程度まとまったね、城を奪い取りましょう。我が軍、狂わせてもらおう。力を貸すぞ。家康は当然最上につく。まあそういう中で、家康との決戦を避けつつ、いかに最上を食うかというのがね、ポイントになるかなと思います。まあ、少なくてもね、最上と決戦をする上で、前田慶次はじめ、騎馬隊はできるだけ温存したい。菅川城も温存だな。ここも温存しましょう。ちょっと温存するところを解除していきます。影勝の4200出す必要ある？影勝の4200も解除しよう。敵はね、もう決して数が多くないと、いうところになるんで、無理はしないというところですかね。谷地。あとは、岩出山。この辺りから兵を出して、まあ、計1万7000という兵を用意しましょうか。まあ、ただ、ここもちょっと微妙なのが、本当に1万7000も兵必要かな。もう一度再考しよう。着陣が遅くなるところは、もう、あえて誘わない。この1万3000の兵で十分戦えるんじゃないかな。出陣します。スピード重視でいく。おそらく、最上はそんなに長時間兵を集めておく余裕はないはずなので、こちらが短期的に早々に兵を集結させて攻撃に向かいましょう。
で、五詰め決戦に持ち込めればなお有利という状態になりますよね。志ああ、まあ、春日死んだか。いや、よく尽くしてくれましたよ、本当に。初期の段階で。報告します。夏になる、このタイミングであと3ヶ月しかない。秋の収穫までに、モガミをね、ある程度食い散らかしたいところにはなります。そしたら、モガミ城が空っぽになっているのが、見て取れるので、モガミ城に少数でもって攻め入りましょう。数は必要ないと思います。まあ、4700という兵がいれば十分に、取っていけるかなという数だと思います。じゃあこの山形城に向けて5000の兵を出しましょう。まあ予想通り、山形城に抑えの兵を1400残したことによって、最上勢の数、延沢に向かう兵が7100まで減りましたね。1万を超えていたのが7100まで減っているので、数的にも有利な状態になりました。では五詰め決戦になる前に勝利できるかどうか一旦自動布陣で見ましょう。方位だと30日で済むなら方位だな。攻撃で83日、強行でも52日かかるということであれば、ここは方位を選択しましょう。モグラ攻めを使うまでもないね。1ヶ月間、ここで、方位を続ければ落とせます。で、五詰めでやってくるよね、敵が。来たね。五詰め決戦だな。ここはしっかり指揮を取って敵を蹴散らす。この五詰め決戦で勝つことが重要なので、五詰め決戦で勝った後そのまま城をね、奪い取ろうという形ですね。ではこちらはどうだ、騎馬が2、足軽が2、鉄砲、政宗の鉄砲が1という状態ですね。じゃあここは作戦はなしでいいかなと思います。で、代わりに罠をいくつか張っていきましょう。鉄砲ミス。で、あとは、軍施設で、陣を後方に一つ。で、さらに、柵を。回り込まれるとね、ちょっと厄介なので、柵をこの辺り、二段構えで作って、政宗の鉄砲の餌食になってもらいましょう。こんなところでいかがでしょう。で、本陣を移します。一応ね、政宗を中心として敵の進撃を鉄砲隊で打ち払うという策ですね。ただちょっと雨が降っちゃってるのがもったいないかな。月夜始めるぞ。ご命令を覚悟しておけ。始めよ。ご命令を覚悟しろ。月夜、覚悟は良いか。雨さえ止んでくれれば、政宗の鉄砲隊が生きてきますね。ゲチよ、覚悟しろ。で、騎馬隊の、本体、金継ぎも、いつでも、
突撃ができるように、ちょっと横に展開を広くしていきましょう。雨やみ町です。別動隊の甘かった。ご命令を始めるぞ。これは大きくそれて敵の、後ろに回り込むようにと都会をしていきます。この動き読まれるということがなければいいな。始めるぞ。さあ敵は動いてこないね。先に動いた方が負けでしょう。これは覚悟しておけ。せめて雨が止んでくれないと戦いづらいですね。始めるぞ。ご命令始めるぞ。ゲチよ。ちょっとここはじゃあ騎馬隊を先行させましょう。雨は止んでます。ご命令を。都会するのか。ちょっと怖いよね。始めるぞ。ご命令を。建物の部、とくと見よ。覚悟しろ。ご命令を。覚悟は良いか。ただ包囲するような陣形にはなりました。奇襲食らったね。なんとなく危ないなとは思ったよ。揺るがぬぞ成田は。ゲチよ、始めるぞ。やりたい、前へ。建物の部、とくと見よ。やりたい、前へ。さあここは用心を今更使う必要はないので、どうする。紙幣を使って一旦こいつを撃破しちゃおう。手加減できるほど器用じゃないんでな。ゲチ、さらに毒眼竜を発動して一気に毒眼竜に立てつくか。蹴りをつけに行く。ご命令を始めるぞ。覚悟しろ。甘いわ。おとり挑発がここで発動か。まあでもここはおとり挑発で敵に引きつけられても問題はないですね。前へ。槍を。奈落。まあここは相手の叩きつぶせ。いいようにやられてるね。ご命令を。覚悟しておけ。容赦はせん。やりたい、前へ。やりたい、前へ。悪いがその首もらっていくぜ。差し兵で後ろから始めるぞ。敵を撃つ。ゲチ、始めよう。やりたい、前へ。手加減なしだ。金粒はまだ十分に兵の数は残していて、容赦はせん。ただ強撃を食らうとまずいので一旦後ろに下げましょう。その上で紙幣をさらに使って壊滅させる。後藤のさ、あの紙幣結構強いですね。金粒は転身。ご命令、建物の部、
僕と見よ。ご命令を。加熱は一旦下げます。加熱の救援へと向かう。やりたい前。やりたい前。やりたい。完全に包囲戦になりましたね。敵を一体ずつ壊滅へ追い込んでいきましょう。ゲチュ。建物の部、とくと見よ。このままでは。始めるぞ。一旦引きましょう。やりたい。前へ。これほど。いや、紙幣結構使えるわ、やっぱり。戦況有利な時は、なおのこと使いやすいですね。やりたい。前へ。始めるぞ。我らが破れるとやりたい。さあ、あとは覚悟しておけ。味方の損害を少なくできるだけ早く戦いを終わらせるというところで、決着がつきましたね。もう五詰め決戦に完全に勝利できたんで、これで城がたやすく落とせるでしょうと。後に続け。志果たせぬか。報告します。先月の終始です。兵糧の管理もここまではうまくいってますね。では同じく農業軍事で今回こそ精鋭騎馬を、入れていきましょう。表情を終える。精鋭騎馬入るね。精鋭騎馬軍馬1万以上で解放されるという中で騎馬攻撃力上昇大、これを待ってました。まあ、武田騎馬軍団というのはね有名だと思うんですが、当然この上杉もね騎馬隊強いですからね。ゲチよ。じゃあちょっとね城攻めの様子確認しておきましょう。あと15日で、兼次の方は決着がつきそうと。で山形城の方はどう？本拠地最上の本拠地山形城の方へはもうすぐ到着というところですかね。山形城は、ここは一旦自動布陣で確認しましょう。包囲で98日か。これちょっと時間かかりすぎるんで。どうしようかな。一旦自動布陣で戦いを始めてすぐに兵を引きましょう。で、撤退をする。山形城をあえて攻めるような、まあ、愚策は取らずに、相手を野戦へと引っ張り出しましょう。出陣するぞ。で、じゃあどこを狙うかですが、ちょっとね一旦いつもの日本地図の向きに変えて、そうすると山形城が硬いのであれば鶴岡へ向かいましょう。出陣するぞ。こうやってじわりじわりとね追い込んでいきます。まあ、あえて山形城で勝負をしないいう戦いです、ね、立ちはだかるなら打ち砕くのみ。兵の少ないところから確実に、削っていく。さらに加熱部隊6000、これもさらに最上領へと進行していきましょう。
ここはモグラ攻め、水攻めはできない状態になってるね。入ってる武将確認します。酒のべ秀綱、まあ、大した武将ではないものの、統率武勇は90近くありますね。あと、最上の一門衆が2人入っていますというところ。まあ、油断ならないというところですね。拠点の情報もついでに確認しましょう。ここも、まあ、規模としてはそれほど大きくはない城。兵数としても700強と。いうところなんで、ひとひねりで決着をつけにかかります。徳川と豊臣が和睦、これ家康がこちらに合戦を仕掛けてくる可能性がより高まりましたね。南部との同盟あと1ヶ月なので、ここはしっかりと延長を行っておきましょう。先月の終始です。ご命令を。家康が来るか。家康が来るのであれば、家康に備えて鉄砲を買っておきます。軍馬も追加で購入、兵糧も買いましょう。もう徹底して防戦に徹する。その中で活路を見出す。交渉は交渉として、南部との同盟の延長はしっかりやっておきます。24ヶ月、はい。で、南側の防御状況なんですが、一応それなりに数は用意できているものの、染取城、ここが数全然足りないね。武将も入っていないというのがあるので、まず、武将を入れます。岩出山から来た。片倉隊は入れられないね。はっ。で、さらにここで防兵をかけましょう。最優先防兵。承知しました。で、お金を使い切ってしまっているものの回収もしたいので、ちょっと回収できる内容の確認をしていきましょう。砲台、米あぐらも欲しいよな。ただ矢倉を建てる前にやっぱり砲台でしょう。どう考えても砲台。さあ、マムロ城ですね。まずは自動布陣で、確認すると包囲で183日、攻撃で、72、強攻で44、強攻だな。1ヶ月強で城を1つ取ろう。鶴岡もどう落とすかですね。自動布陣、これで、123か。ちょっとありえないな。個別布陣で行こう。影勝つ。ま、攻め手は二手に分けます。当然ですけどね。で、二手に分ける。その攻め口の確認をしていきます。攻め口は二つ。であれば、かしこまった。かしこまった。3、1というふうに分けて、一方の方に兵を集中的に配備しましょう。みんな、いいよし、鶴ヶ子を取りましたね。従わない武将は全て切る。最上城を孤立させて、残り
三つの城ですね。どうする？影勝はさらに進められる？ちょっと確認しましょう。できればね、撃って出てきてくれた方が戦いやすいんですが、ここは撃って出てくる様子はないのであれば、敵も兵糧を補充してくるであろうこの時期はあえて無理はせず一旦騎乗します。そして対徳川に備えましょう。マムロ城はね、落とせると思います。徳川の動き、病には勝てぬか。丸森城の島津が病で死亡と。で、秋の収穫ですね。これで一旦、まあ、各陣営、それぞれ仰せの通り補給されたという状態ですね。兵糧が。先月の収支です。兵糧も十分。ご命令を。ある程度安心して、合戦に出陣できるだけの兵糧、その数が準備できつつありますね。そしたら染め取り。ちょっと待ってください。そもそも染め取りで。読み方合ってる？間違ったら、恥ずかしい。柳取城ですね。ごめんなさい。柳取城。ここの改修を行いましょう。ここは対徳川の最前線になる場所。その一つになるので、ここに砲台を追加で設置。できないんかい。こっちにできますね。ここにじゃあ砲台を作って、天守は、二層天守へと拡張。まあ、そう簡単には、徳川に攻め込ませないぞと、そういう城が今、できつつあるという状態ですね。米沢でちょっと歩兵をかけましょう。さらに小峰城、ここも兵としては2000ほど用意します、はい、ここは前田慶次が2000の足軽1200の農兵を引き連れて徳川と真っ向からぶつかると、まあ、そういうね構図も期待できそうな場所になりますね。内容させる、横手城の岩清水。となると、兵糧十分の今、横手城に少数で攻めかかるということをやろう。北隊。9300出す必要があるかというのを確認していきます。まず、岩出山。0000。丸森城から出陣を取りやめましょう。これでどうだ。この兵で、まあ、敵側、シミル光安隊4300を野戦へと引きずり出して、岩清水を寝返らせて、決戦で勝利するという青写真でいきましょうか。はい。ではね、いい時間になりましたので、今回はここまでにさせていただいて、次回、この続きですね。北ちゃんを総大将に、最上、息の根を止めにかかりましょう。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方、ぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。